様でした。ちょっと待って、始まって3秒で帰るってひどくないですか。ウルトラマンだって3分頑張るんですよ。せめて俺の潮波の1分待ってくださいよ。それで一体何の用だ。実は皆さんに相談が。つまらない相談だったら怒るよ。一体どんな相談事項だ。マルシーをそろそろ戻そうかと。むしろまだ戻してなかったのか。あいつ今どこにいるんだ。電話してみましょうか。確か前回がどこかのスラム街だったかな。今どこにいるかちょっとワクワクしてるよ。おお、一体何の用だー。あ、よかった、生きてましたね。死ぬ確率の方が高いのか。くだらない用事だったら殺すぞ。やべえ、すげえ殺気立ってる。あとどれくらいで帰れそうですか。私が聞きたいわ。今どこにいるんだ。陸地が見えない海の上だ。一体何やってるんだ。確か司令は美味しいツナ缶を作ろうでしたね。もしかしてマグロ漁業。じゃあということで皆さんにはしくじり KOL を手伝ってもらいます。報酬はワサビーフです。わかりました。うふふふふ。ということで今回皆さんに解説する企業はエンデックスです。とある魔術の言うと思った日本の企業ですね。一体何の企業なんだ。何なんですかね。こっちが聞いてるんだよ。創業期は旅行会社の孫会社でノザーク DNS という社名でした。この会社にやってきたのが落合正美という人物です。なんでやってきたの。日商祝いという総合商社で有能な社員だったようですが、社内の社長人事に巻き込まれました。ドラマみたいな展開だな。それで嫌気がさしたのか強制だったのかはわかりませんが、日商祝いを退社。それで1997年にノザーク DNS の社長となり、社名をエンデックスにしました。それで経営は順調だったのか。よく調べずに社長に就任したんですが、旅行代理店とパソコン教室をやっていて1億円の債務がありました。先行き悪そう。それで社員は次々と退社。そんなやべえ会社なんて早く見切りをつけたいわな。それで97年に落合氏が会社を買い取り、社名をエンデックスに変更。モバイルコンテンツに軸を移しました。モバイルコンテンツって言っても、昔の携帯でどんなコンテンツを展開するんだ。一つが映画の空席を文字情報で伝えるシネマパラダイス。名前がギリギリすぎる。社員が電話して混雑具合を聞いて調べてたみたいです。なんだその納金方法。他にはポケベルで4次ババアというのがあって、4次元に住んでいる4次ババアという架空のキャラクターとポケベルでメッセージのやり取りができるというものでした。何が面白いのか今だと全然わからん。これが中高生の間でヒットしました。世の中何が流行るかわからないな。しかし経営はだんだん悪化して資金繰りに苦しみました。簡単にはいかないのね。そしてこの時合流したのが日商祝い時代の同僚である小川義美氏。落合氏退職後、後を追うように98年インデックスに入社しました。それだけ憧れのパイセンだったのか。ちなみに小川氏は女性です。え、そうなの？なんかいろいろ勘ぐってしまうな。この翌月親会社が破綻、そこの関西人から1億円の返済を求められました。いきなり1億円？子会社に貸し付けていたのを早く返せと迫ったのか。交渉した結果2000万円の返済で決着がつきました。減りすぎでしょ。それで親会社との縁を切るためインデックスの株式をすべて落合氏が買い取りました。確かにその方がいいな。99年2月 NTT ドコモが i モードを開始、ここでインデックスが恋愛の神様というコンテンツを始めます。石井純一がいろいろと教えてくれるとか？うさんくさすぎる。いわゆる占いコンテンツですね。それっぽいことをバーナム効果で信じちゃう。あれ？関係者に怒られるからやめて。それで恋愛の神様がスタート。結果は？サービス開始1ヶ月でアクセスは1日20人、ドコモからの入金はわずか4000円でした。高校生のバイトよりも少ねえ。しかしそこから i モードが普及し始めて、恋愛の神様の登録者は2001年で35万人を突破しました。一気にドル箱になったのか。その他にも香水情報サイトの香水屋さんなどもヒットしました。女性ならではのサービスだな。あとは桃太郎電鉄でおなじみの佐久間明氏と共同で i モード向けスゴロクゲームを配信するなど、ゲームとかもやってるのか。それでここから業績が上がり、2000年8月期で売上高12億、経常利益 1.8 億円に、翌年は売上38億、経常利益 4.2 億円に伸びました。すげえ伸びてる。やっぱコンテンツ産業は一発当てるとでかいな。経営危機から一転して新進気鋭のモバイルサービス企業として注目を集めたインデックスにテレビや商社などが出資しました。成長するインデックスに乗っかろうと下水大人たちが群がってきたのか。F の筆頭であるお前が何を言う。それで2001年3月に株式を店頭登録して株式公開企業となりました。ついに上場した。2002年には世間で話題となったあの商品を発売しました。
この頃のヒット商品、もしかしてプレステ2？ソニーと法廷闘争待ったなし。バウリンガルって知ってます？なんか聞いたことがあるね。確か犬の鳴き声で気持ちを分析してくれるやつだっけ？これを投じたからと共同開発して2002年に発売、国内外で30万個を売り上げるヒット商品となりました。バウリンガルにもインデックスが絡んでいたのか。これらで小川氏の評価は上がり、2000年にインデックスの副社長に就任、2002年12月に社長に就任しました。この時代に女性で社長まで上り詰めるって相当すごいな。ということは落合氏は首？人事が鬼畜すぎるだろ。落合氏は会長になりました。でしょうね。おい、上場企業最年少女性社長ということで日経ウーマンオブザイヤー、ブーブクリコビジネスウーマンオブザイヤー賞受賞。若手女性社長ということで脚光を浴びたのか。若手以外でも携帯コンテンツ市場の注目株として期待されました。携帯はこの後爆発的に伸びるし、誰でも成長を期待するでしょ。それではその膨張を解説します。ん？膨張？インデックスは上場後積極的に M&A を仕掛けていきました。やっぱ M&A した方が一気に大きくなるよね。どんなところを買収したんだ？有名なところで言うと学習研究者、現在の学研に資本参加したり、アニメ制作会社のマッドハウスを子会社化。ブラックラグーンの新作はまだですか？もう少し待ってろ。 NEC インターチャネルなんかも買収してますね。センチメンタルグラフテの暗黒太極拳は一生忘れません。30代未満だと誰もわからんネタやめろ。海外にも積極的に進出、欧州最大でフランスのコンテンツプロバイダーを150億円で買収しました。150億円って相当どでかい買収だな。他にも当時中国最大のコンテンツプロバイダーを80億円で買収したり、コンテンツ関連の企業を買いまくってる感じだな。コンテンツプロバイダー以外にもフランスの2部のプロサッカーチームであるグルノーブルを買収しました。そんなもん買ってどうするんだ。フランスのコンテンツプロバイダーの関連もあるだろうし、この後欧州サッカーは市場が大きくなるからな。この関係なんかで松井大輔選手など多くの日本人が所属しました。そういえばニュースで聞いたことあるな。当時3ヶ月に2社のペースで M&A をしていたみたいですね。すげえ。管理がめっちゃ大変そう。他に大きい企業ですと老舗映画会社の日活を買収しております。新進気鋭のベンチャーが老舗の映画会社を買収というのはなかなか象徴的だな。他にもインデックスの柱となる事業として2006年にアトラスを買収しました。おお、アトラスは有名なゲーム会社じゃん。アトラスといえば豪傑寺一族で有名だよね。なぜそれをチョイスした？女神転生やペルソナシリーズが有名ですね。あとはプリントクラブなどの筐体機も出してます。独特の世界観のゲームが多いことで有名だよな。この企業はもともと97年に株式を上場しましたが、赤字が続いて角川書店と資本業務提携をしたり、角川書店との関係を解消して宝との資本業務提携にして転々としてました。経営が迷走している感じだな。2006年に宝はトミーと合併して、アトラスは公開買い付けでインデックスの連結子会社になりました。紆余曲折があったって感じだな。インデックスは宝トミーへの出資やテレビ局からの増資を引き受けます。これでインデックスは携帯コンテンツ会社から音楽、アニメ、映画、ビデオ、テレビと総合コンテンツ企業へと進化しました。これで当時ライブドアや楽天が提唱していた通信と放送の融合をいち早く形にした企業となりました。ということはあのライブドアよりすごいの？そうは言ってねー。売上高も2000年の12億円から急成長、2007年には1298億円と100倍以上伸びました。伸びすぎー。まさにザベンチャーだな。連結子会社だけで89社、その他非連結子会社や関連会社が48社います。お願いすれば1社ぐらいもらえないかな。ミニカーじゃねえんだぞ。目の付けどころがいいし、これからインデックスはさらに飛躍しそう。いえ、逆にここから落ちてきます。なんですと？ここから落ちてくるって一体何が要因なんだ？大別すると2つに分かれるんですが、1つは投資の失敗。まあこういう事業だから失敗はつきものでしょ。純利益ベースで大幅な黒字予測していた2007年8月期は一転して158億円の純損失に。ブレすぎだろ。原因は投資したものに対する評価損と貸し倒れ引き当て金、これらにより特別損失で195億円計上しています。ひー、
そんなに貸し倒れが発生しているのか？おそらくですが子会社関連の貸し付けに対する貸し倒れだと思います。それでも特別な損失でしょ？来期になったら発生しないんでしょ？2008年8月期は経常損失が110億円、純損失301億円。もっとひどくなってる。経常利益でも赤字に転落したのか？一応ゲームでは人気シリーズの続編であるペルソナ4が発売されてゲームなどは好調でした。あれ結構評価高かっただろ。しかし映画ではヒット作が出ず海外事業も不振となりました。ダメじゃん。リーマンショックの影響もあったのか投資有価証券の評価損や貸し倒れ引当金で160億円の営業外費用。さらに海外投資の減損や撤退損、評価損、貸し倒れ引当金とかで209億円の特別損失。いやー、特別損失が特別じゃなくなってるぞ。これも経営者として失格なのでは？社長は2006年12月に落合氏が連れてきた経営コンサルタントの椿氏を据えました。すでに変わってたんかい。それでも結果は出なかったっぽいな。ドラスティックに改革をしようとしましたがうまくいかず2007年11月に落合氏が再登板しました。それで結果はどうなったの？順調に損失を計上し続けました。誰かこの赤字を止めてー。有利子負債が多くてその金利負担も重かったですからね。どれくらいあったんだ？2007年2月時点で569億円です。どうやって返すんだよ。私の予想としては毎四半期に3社を M&A してた状況ですのでおそらくは大して精査をしてないと思います。めっちゃ割高で買収してそう。それが業績が悪化してしかもリーマンショックで市場全体も悪化しました。そこで売却しようとしたらどうなりますか？二束三文で買い叩く慈悲がない。当然安く買い叩かれます。さらに子会社に融資した資金も諦めるという形になります。それで貸し倒れ引き当て金をどんどんと積み増していくと。それで地平道を吐いてでも積極的に事業を縮小します。だから大赤字なんだな。従業員も最盛期は3500人いましたが2011年時点で660人に減りました。2割以下に減った。企業を次々と切り離した結果か。ちなみになんですが営業利益は毎期安定して予想通り利益を出し続けてます。あら意外、一体なぜ？ゲームやモバイル関連であるインデックスとアトラスが安定して稼ぎ続けてます。特にペルソナなんかは携帯ゲーム機向けはもちろんソシャゲや対戦格闘ゲームにまで参戦させられて大忙しですよ。そのせいなのかわかりませんがペルソナ4から5まで8年の間が空いてます。いい加減番長を休ませてやれ。確かにこの状況じゃじっくりゲーム開発できんわな。それでもう一つの問題が日本新興銀行。どっかで聞いたことあるな。SFCG の時に解説しただろ？確か怪しい銀行だったような。もともとはノンバンクと銀行の間の層を取り込む銀行として設立されました。ミドルリスクミドルリターンだったよな。日本新興銀行は貸付先を結びつけて独自のグループを形成していきます。これが中小企業振興ネットワークです。この中心人物は一時期はメガバンク入りしようとまで語ってました。それがインデックスとどういう関係に？2009年前半のインデックスは事業の失敗に加えて銀行からも見放されて資金繰りが厳しい状態でした。銀行は雨の日には傘を取り上げるとはよく言ったもんだ。そんな時に救いの手を差し出したのが日本新興銀行でした。インデックスは日本新興銀行やネットワークから87億円の借り入れをしてました。割合的に結構多くない？さらにはグループ企業に対して34億円の債務保証をしております。債務保証って、連帯保証人みたいな感じだな。借金を返せなくなったら代わりに払うんだ。マリサ、ぜひ私に債務保証を釜茹でにするぞ。ひぃー。さらに日本新興銀行やグループの株式を相互に持ち合う形にしました。完全にグループの一員だね。資産の売却先のほとんどが新興銀行グループという状態になってました。それも早い存状態なのでは？それで新興銀グループの債務を保証するということをやっていました。それって大丈夫なの？そしたら SFCG の二重債権問題や飛ばし、さらに新興銀グループに怪しい企業が入り込み始めました。確かそれで新興銀行が破綻したんだよな。頼ってた企業が破綻しちゃったのかそりゃ残念。持ち合い株とかどうなるの？債務保証とかもあるんだよね。それで2010年に日本新興銀行関連の減損や債権の引き当てで58億円の損失が発生。キャー。ちなみに2010年1月に中小企業振興ネットワークに加盟して7月に脱退、9月に日本新興銀行が破綻しました。1年も持ってないのかい？ハイスピード展開だな。この時相当資金難だったのかインデックスホールディングスはアトラスから26億円の借り入れで資金を吸い上げてます。ひどい。伸びてる事業から資金を吸い上げるって相当やばいのでは？アトラスは今後も食い物にされるのか？ああ、それは大丈夫です。
どうしてだ？インデックスホールディングスが子会社のインデックスとアトラスを吸収合併しちゃいます。本当に食べたんかい？それで会社名がインデックスでブランド名がアトラスという形になりました。クソややこしい。財務や税務的な問題をクリアにするためにやったんだと思います。それで吸収したのかい？これらがインデックスが苦しくなった経緯です。ここからどうなるのか。インデックスはモバイルとゲーム以外の事業をほとんど失敗させて2007年から5期連続で赤字を計上し続けました。ある意味すごい記録だな。歴史に名を残したのでは？でも赤字は縮小してきてるな。というより会社自体が縮小してるんですよ。そうなの？2007年売上高1298億円、総資産1617億円だったのが、2011年は売上高229億円、総資産額261億円まで減少しました。2割に減ってる。ちなみにセグメント別で言うとネットとゲームで184億円の売り上げです。ほぼネットとゲームかい。というか2011年でなぜこんなに赤字が出てるの？事業再編損や貸し倒れ引き当て金などで特別損失が45億円発生してますね。それも特別な損失じゃないでしょ。それで翌期の戦略で一番に出てきたのはペルソナを軸にしたもの。ソシャゲや携帯ゲームに移植するんだよな。その他にアニメやペルソナマガジン、いろんなコラボレーション。いい加減老規法で訴えられそう。それでこの年から経営陣は、うちはキャッシュフロー経営を目指してます。フリーキャッシュフローは黒字です。キャッシュフローって実際の現金の出入りだよね。キャッシュフローは重要なのでは？というか事業を売却して引き当て金が多いのでキャッシュフローだけはまともで後がダメダメなんですよね。それ以外褒められる部分がないと。負債が254億円に対して純資産が 7.1 億円と自己資本比率は 2.7% となってます。ギリギリすぎる。なんで8億円の赤字を出した時点で債務超過となります。いやー、それで2012年8月期は売上高183億円、純利益 4.4 億円を計上しました。ついに黒字転換やったー。ソシャゲやペルソナシリーズが好調だったみたいですね。アトラスのゲームってやっぱ強えな。それで調子に乗って、ソーシャルゲーム業界の先頭集団を目指す。おいおいフラグを立てるな。今まで赤字続きだったからね、こっから反撃だよ。と思ったんですが、2013年8月期の上期の決算で22億円の純損失を計上します。なんでアミューズメントゲームやソーシャルゲーム、ヨーロッパ事業で損失が発生した模様。これで半年前トップを目指すとか言うとったやないかい。それでもフリーキャッシュフローは黒字だよ。黙れ。ということは、見事債務超過に転落。終わった。確かジャスダックって2期連続債務超過だったら上場廃止ですね。やばいじゃん。まあこの時点で管理銘柄に指定されました。早く債務超過を回復させようよ。そうだ、増資をすればまだ持ちこたえられるのでは。確かにそれだったら債務超過も回避できるな。しかし引き受けてくれるところが現れるかどうかだな。いや、そんなん無駄だと思いますよ。はぁ、なんでさ。だって粉飾決算してたんですもの。どういうことだ。取引実態がないのに売買があったように見せかけた循環取引で利益を水増ししてたようです。これにより2012年8月期の最終損益は6億円の赤字でした。それでもギリギリ債務超過回避。その前から粉飾があったようで見事 4.1 億円の債務超過になりました。もうダメみたいですね。この容疑で2014年5月28日東京地検特捜部は落合正美氏と吉見氏の夫婦を逮捕して家宅捜索しました。え、ちょい待ち、吉見って。小川吉見氏です。落合正美氏と結婚しました。え、何それ。その二人の馴れ初めとか聞いてみたいんだけど。どうでもいいわ。これにより株価が急落、大株主も離れるようになりました。そりゃ当然だわな。2013年6月27日東京地裁に民事再生を申し立て破綻。負債総額245億円とゲーム会社としては SNK に次ぐ大型倒産となりました。ほぼゲームで作った負債じゃないけどな。それでセガがスポンサーとなり、ほとんどの事業をセガドリームへ譲渡。譲渡した後に社名をインデックスという社名に変更して、旧インデックスはそのまま破産処理となりました。やっぱ再生は無理か。ほぼ事業残ってないし、トップが逮捕してたら維持できんだろ。さらに2014年4月にインデックスからアトラスが分割会社という形で復活を果たしました。ようやくアトラスが復活した。アトラスは公式サイトでこう語っていたようです。会社組織としてのアトラスで再出発のご報告ができることは、お客様に昨年来ご心配をいただく状況が続いていたにもかかわらず、変わらぬご声援をいただいてきたからこそであると、アトラススタッフ一同感極まる思いでいっぱいです。アトラスの社名を消したインデックスの経営体制に不満を持っていたかのように感じるな。
これがインデックス破綻の経緯です。わずか10年ちょいでいろんなことをやった企業だな。爪痕が大きすぎる、典型的な膨張型破綻企業なんですが、ベンチャーの星から日本新興銀行のことや粉飾などの問題で一気にドス黒くなって、そのコントラストで大きな話題になりました。バウリンガルのピュアさはどこに行ったんだ？ピュアさでベンチャーは務まらんということだろ。M&A での成長はお金で時間を買う手法ですが、その分リスクが高いということを理解した方がいいですね。なるほど、承知した。ということで今回はここまで。ところでなぜこの企業を解説した？ゲーム会社のリクエストが結構多くて、その中の一つで今回解説しました。リクエストに答えた形か。という建前は置いといて本音は？センチメンタルグラフティがクソゲーだったことを伝えたかった。どうでもいいわ。